ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、RNN と LSTM について解説していきたいと思います。はい、今回は、バートによる自然言語処理入門シリーズの3回目ですね、RNN と LSTM について解説していきます。で、今回の流れなんですけど、まず最初に RNN レイヤーと LSTM レイヤーについて軽く話して、次にエンベディングレイヤー。で、そこからそれぞれ RNN レイヤーと LSTM レイヤー、細かく話していきます。で、この RNN レイヤーとか LSTM レイヤーっていうのは、まあ、今までそのディープラーニングとかニューラルネットワークで、線形変換の層とか、あとは、まあ、リニア変換の層ですね。リニア変換の層とか、あとは、コンボリューショナル層、畳み込み層っていった、まあ、普通だったら線形変換。で、画像だったら畳み込み。みたいな、もう一つのですね、自然言語処理なら、っていうか、まあ、時系列系だったら、RNN とか LSTM が使われるっていう、まあ、そういうレイヤーの話をします。はい。それではまず RNN レイヤーと LSTM レイヤーなんですけど、まあ、今回は自然言語にフォーカスして、自然言語で使う場合なんですけど、まあ、こういった If you can dream it, you can do it っていう文章があったとしますと。それをまず、エンベディングでベクトルにします。これは前回、Word 2 Vec でやったエンベディングですね。これで、単語をベクトルにした後、それを RNN 層にして出力させるとか。こっちだったら、まあ、エンベディングした後に LSTM 層にして出力に入れるとかってやるんですけど、これ、どっちも内部の構造が違うだけで、入力と出力は大体一緒です。要は、ここで入力する次元の数と、ここで出力する次元の数とか、っていうのは、こっちと RNN も LSTM も、変わりません。変わりませんっていうか、まあ、設定の仕方とか変わりません。内部の構造がちょっと違うだけです。で、それぞれこの RNN とか LSTM は、この単語同士の、これですね、ここと if と you と you と can とか、そういったこの流れ、時系列の関係っていうのをうまく学習できるような構造になっています。はい。それでは、実際にまず最初、前処理とエンベディングレイヤーについて解説していくんですけど、まあ、最初のエンベディングレイヤーについては、前回のワード2ベックでやったので、まあ、さらっといきます。まあ、まずif you can dream it, you can do it っていう文章があったとして、これを、まあ、一個ずつ、ボキャブラリーで ID を割り当てて、で、それを、まあ、数値化しますと。これに基づいて文章を数値化します。で、そこからエンベディングします。まあ、つまり、ベクトルに表す感じですね。で、これは、W ですね。前回やった学習させる W。で、それぞれ今回はこれを、まあ、その単語ごとに、X0、X1、X2 ってやってって、まあ、X10 までですね。こんな感じで、文字で表します。それぞれ X0 は、こう3次元のベクトル。X1 は3次元のベクトル。みたいな感じで、それぞれこれ、3次元のベクトルを表してます。はい。それでは、RNN レイヤーですね。実際に RNN レイヤーの概要からやっていくんですけど、まず、これですね。If you can dream it, you can do it っていう文章があったとして、それをエンベディングして、まあ、さっき言った形で、これそれぞれ3次元のベクトルを表してますと。で、10個やったとして、そしたらここ RNN に入れて、出力が同じように出てくるんですけど、それぞれ、この1個1個の単語に対して、こう1個なんかこの計算する、この関数のブロックがあると思ってください。で、X0 だったら RNN0、X1 だったら RNN1 に対応して、で、それぞれのこのブロックの出力が、この H0、H1 に、まあ、関係してると思っておいてください。まあ、対応してる。だから、X0 から RNN0 を通して H0、X1 から RNN1 を通して H1 みたいな感じですね。で、それぞれこの H0 とか H1 とか全部ベクトルです。例えば、これが、さっき3次元のベクトルだったんですけど、そこから2次元のベクトルとか、4次元のベクトルとか、まあ、何次元かのベクトルになりますと。で、これを、ちょっと一部、抜粋して解説していきます。まあ、実際にどういうここが構造になっているかですね、RNN の。この RNN0 と1をちょっと抜粋してくると、こんな感じになります。まあ、RNN0 は、X0 と H のマイナス1を入力として、出力が H0 です。で、ここで、これの出力を、この H0 を、この RNN1 の入力として、で次に X1 も入れて、H1 を出力する。で、またこの出力が次の RNN2 に、みたいな感じで、この1個前の単語の情報を次の単語のこのブロックにそれぞれ情報を上げていく。だからこれ RNN って、リカレントニューラルネットワークの略なんですけど、R のリカレントは再帰的、まあ再帰的なって言われるんですけど、それが、まあ、この出力がそのまま行くんじゃなくて、こう帰ってくる。もう一回再び戻ってくるってことで、まあ、再帰型ニューラルネットワークって言われたりします。
はい。じゃあ実際にこの中身、どういう計算を行うのかっていうと、入力はこれですよね。X と H。で、出力が H。こっちも入力が X と H で、出力が H。で、それぞれ、まあ、H0 だったら、ハイパボリックタンジェントの、これですね。H-1 かける、まあ、WH。プラス X0 と WX。プラス B。ただのこれ、線形変換ですね。まあ、これと、行列。てか、まあ、重みですね。重みを掛け算して、でもこっちと重みを掛け算して、で、バイアスプラスして、まあ、それを可性化関数ですね。ハイパボリックタンジェントに入れて H0 にすると。で、再びこの出力を、こっちの、ですね、H1 の計算のここに入れて、H0 ともう一回 W かけて、で、こっちの X1 と W かけて、B プラスして、ハイパボリックタンジェント。なので、まあ、線形変換との違いっていうのはこの部分ですよね。主に。まあ、可性化関数は、レルとかじゃなくて、ハイパボリックタンジェントを使ってますけど、ここ、この H ですね、この手前から来る部分っていうのが、特に違う部分になってます。で、これを一般化すると、ま、こんな感じですね。まあ、その HT に対して、まあ、これ、0123456789010に当てはまるんですけど、この H の T-1 かける WH プラス XT の WT プラス B みたいな感じですね。あ、WX か。プラス B みたいな感じになります。まあ、すごい簡単ですよね。もうここだけ。あ、H が来たんだなと。まあ、ただこの各単語のブロック同士に関係を持たせるようにしたんだなっていうのが RNN レイヤーになります。はい。それではもうちょっと詳しく見るために、ちょっと数式の中身見ていきます。まあ、もうさっきやったやつで分かればいいんですけど、まあ、もう一回ここ取り出して、数式も取り出して考えてみます。これですね。H0 イコールハイパブリックタンジェントのこれ。どういう感じで計算させるかって、こう具体的に、まあ、適当な数字入れて考えてみるんですけど、まず、この H ですね。H の次元決めます。まあ、2次元だと、まず決めましょう。自分で。まあ、ここは好きに決められます。で、2次元だとして、まずこの H-1 ですね。これ、まあ、適当に0とします。で、0で、で、次に、まあ、これですよね。WH。まあ、重みがあって、で、これはま、2×2 です。H の次元の数ですね。の行列になって、で、この X、入力はエンベディングで3次元にしましたよね。で、それで、まあ、3次元のベクトル。で、それに対して、まあ、WX ですね。まあ、出力の H を2次元としているので、3×2 になってますと。で、重みがあって、この重みは学習させるやつですね。であとは、プラス B でバイアス。これも学習させるやつです。なので、この H と H の1個前と、この X が入力で、ここは重みの掛け算でバイアスをプラスさせて、最後、ハイパブリックタンジェントに入れた後に H0 になると。で、またこの H0 がこういって、まあ、ここが H0 になって、みたいな感じですね。で、だからまあ、すごい簡単ですよね。もう、線形変換で入力がこれで出力がこれなだけ。なので、まあ、ここがポイントになります。1個前の出力の情報を入れてるっていうところがポイントになってます。はい、それでは RNN レイヤーまとめるとこんな感じですね。まあ、文字からエンベディングして3次元ぐらいのベクトル。まあ、今回の例ですね。3次元っていうのは3次元のエンベディングのベクトルにして、それからもう一個一個のブロック入れて出力を出していくんですけど、この H0 っていうのがこの RNN の1にも行って、それを元に H1 って出して、みたいな感じで、一個一個ベクトルを出力させていく。で、この X と H の関係をこう、数字で表すとこんな感じですね。X は3次元ぐらいのベクトルで、単語ごとにこう、ベクトルがあって、で、それぞれの出力に対応した H ですね。まあ、今回2次元で決めてるので、2次元なベクトルがこうやって出てくる、みたいな感じになってます。なので、まあもうこの入力のベクトルに対して出力のベクトルを出すだけなんですけど、まあこの単語同士、ちょっと H っていう情報を送ってるよっていうのが特殊なだけになってます。はい、それでは続いて LSTM レイヤーなんですけど、LSTM ももう RNN とほとんど一緒です。まあ文字からエンベディングしてベクトルにした後に、まあそれぞれこれブロックですね。LSTM012 みたいのがあって、H、対応した出力 H が出てくる。で、これも RNN と同じように、まあ3次元と2次元の出力になりますと。で、じゃあこの中身ですね。LSTM のそれぞれの中身がどんな形かっていうのが重要で、これ一部抜粋したもの、こういう風に表示します。さっきと違う点、これです。この C、これ記憶セルって言ったりするんですけど、この C も入力として、この LSTM を通過していきます。で、じゃあ問題はこの中身の演算ですね。まあ、X と C と H を入力して、出力が H と C になってるんですけど、これどういう感じかっていうのがここに記されています。はい、これさえあればもう大丈夫なんですけど、まずこれ R ですね。R はこれ、RNN の出力と同じです。まあ、これ H と W かけて、X と W かけて B プラスする。で、ハイパボリックタンジェントで R。これはもう、
あの一緒ですよね。ただまあ出力には R ってないですよね。これは計算過程で使う R になります。で、次に IFO って似たような計算が出てきます。これも、あの H と X と B、あの H と X 使って、まあ線形変換して、シグモイド関数に入れます。で、I。で、F も一緒です。で、こう重みが全部こう違います。WHI と WHF で、まあその違う重み行列を使ってるんですけど、それぞれ計算は一緒です。入力の H と X に対して線形変換してシグモイド関数に入れたのが、それぞれ IFO。で、この RIFO を使って、あの C と H ですね。この出力の C と H を作っていきます。で、この R は、まあ、僕が勝手につけたんですけど、この RNN の出力と同じだから R ってします。で、他のやつはこれインプットゲートとか、フォゲットゲートとか、アウトプットゲートとか、まあそういった意味がある頭文字を使ってます。で、これの特徴は全部シグモイド関数を使っているところですよね。つまり、0から1の値が出てきます。で、実際にここが IFO がその出力に対してどれだけその出力を出すかっていう、なんて言うんだろう、感じになってるんですけど、まあ、この式を見ればわかりやすいですね。この、なんか丸書いてチョンですね。この丸書いてチョンは、要素同士の掛け算になります。なので、例えばこれ F が2次元のベクトルだとして、この C0 が2次元のベクトルだとして、そのベクトル同士の、まあ、一個一個の掛け算。なので結局2次元のベクトルになります。っていうこの中身だけの掛け算がこの丸書いてチョンになります。まあ丸書いてチョンって言い方じゃないですよ。アダマール積だった気がします。言い方は。ね、まあこれ見ていくんですけど、まずこれですね。フォゲットゲートっていう F。まあこれ0から1のシグモイドなんですけど、これ C0 にかけます。まあちょっと特殊な掛け算ですね。要素同士の掛け算をすると。で、この C って何かっていうと、まあ今ここに注目してます。C0 と X1 と、あと H0。これを入力として H1 と C1 を出すとき考えるんですけど、この C1 を出すために、この R と C0 を使うんですね。R と C0。R はこれ、RNN の出力みたいなもの。で、この C0 は、これ1個前の C。で、これ記憶セルって言います。で、この記憶セルに F、フォゲットゲートをかけます。だからこの記憶をどれだけ忘れるのかっていうやつですね。だからまあ0から1。この C の出力を0から1で掛け算して、まあどの程度出力させるのかっていうのを学習させる F になってます。で、この I はインプットゲートって呼ばれてて、まあこれですね、普通の RNN の出力みたいなのをインプットと見て、それをこうどれだけ通過させるかっていうのを I で表してます。で、まあそれを足して C1 にして、まあ次に流すんですけど、また記憶セルとして。で、もう一個はこの C1 にハイパブリックタンジェントをやって、このを、これアウトプットゲートですね。最終的なこの H1 の出力を、この C1 をどれだけ、この出すかっていうシグモイドで調整したやつを最終的に H1 にする。なので、これですね、IFO は、その、アダマール積でかけるやつに対して、どれだけ出力させるかっていうのを0から1で表現するために作っているものになります。はい、それでは実際にですね、この値を適当に入れて、もうちょっと詳しく考えてみます。まあこれですね。これ、さっきの、一部抜粋した図と、この式を持ってきたんですけど、この部分について考えます。まずこの R に関しては、あれですね、RNN の出力なので、ただベクトルが出てくるだけ。で、この IFO に関しては、まあベクトルが出てくるんですけど、それぞれ0から1の値になってるっていうのだけ、まあ分かってもらって、で、ここに注目します。ここに注目するんですけど、まあまず C0。は、ま、適当になんか決まってたとします。なんかあったとして考えます。で、F なんですけど、F これですね。これは0から1の値です、それぞれ。で、アダマール積なので、これですね。0.851 とこの 1.624、これをかけます。で、こっちの要素、0.318 とこの 0.-0.612、これをかけます。なので、要素同士をかけて、これ2次元のベクトルになるんですけど、この F の部分、これですね。この F の部分何がしたいかっていうと、この一個前に来た記憶セル C0 を、これどっちの要素をどれだけ、重視するかっていうやつですね。まあ、1だったら、これ、そのままの値が来るし、0だったら、これ、値が次に行かない。みたいな感じで、まあ、ここが、ま、調整する。一個前の記憶セル、どれだけ重要視しようかなっていう指標になってます。で、今度こっちは、こっちですね。この R に関しては、普通に RNN みたいな出力。
線形変換の出力があって、それを、インプットゲート。まあ、これもシグモイドなので、0から1で、どっちをどれだけ重視するかっていうので、まあ、かけて足したやつが最終的に C1 になると。で、この C1 にハイパブリックタンジェントを入れたのが、まあ、これだとしますと。まあ、例ですね。適当なランダムでやってるんですけど、これだとして、じゃあこれを最終的にアウトプットゲートでどれだけ重要視するかっていうのを、これも0から1ですね。どっちがどれだけ重要かっていうのをやって最終的に H1 の出力にするっていう感じになってます。はい。なのでこれ左側全部0から1を意識するように書きました。で、それぞれ R をどれだけ重要視するか、記憶セルをどれだけ重要視するか、で、最終的にこの次のアウトプットをどれだけ重要視するかみたいなのがそれぞれシグモイドとしてあるだけで、あれですね。RNN とそんなに変わりません。はい。それでは最後まとめなんですけど、今回は RNN と LSTM で、まあ最初は RNN レイヤーと LSTM レイヤーで、まあこうエンベディングして、で、その一つの層として時系列に沿ったものを出すよっていう話をして、次にエンベディングレイヤー。これはまあ前回やったワード2ベックの時にやったので、まあ軽く話して、で次に RNN レイヤーの構造ですね。まあその、一個一個の単語に対応したベクトルが出てくるんですけど、ブロックでは一個一個こう H っていうのを送ってるよっていう話をして、で、LSTM レイヤーでは、まあ、新たに C っていうものが追加されて、なんかこう、シグモイド関数を使って0から1でどれだけ重視するか、みたいなのを加えた話っていうのをしました。はい、それではいかがだったでしょうか ?RNN と LSTM についての解説。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。